どんな問題が起きてるかっていうと、結局コメント欄の問題というかね、まあ個人的に私が問題と捉えてるだけなんですけどもね、やっぱりね、攻撃的なコメントが増えていて、でね、どんなことが起きてるかっていうとこれなんですよ。理想家とこき下ろし、まあ境界性パーソナリティ障害なんかでは必ずこれ出てくるテーマなんですけれども、まあまあ割とその YouTube をご覧になってる皆さんの中にもこの問題を持っている方は多くて、そのね、相手を勝手に理想化したり、勝手に裏切られたと手のひらを返して攻撃したりタイプが、まあ増えてきてるかなっていうのを感じる時はありますね。特に一気にバーって増えるとね、これね、こういう方たちってね、結構人間関係リセット癖があるんですよ。LINE とかすぐブロックしちゃったりとかね、仲良かったんだけども急に相手のことを音信不通にしてブロックにしちゃうとかっていう癖がある人たちに共通してるなっていうふうに思うんですよ。で、例えばね、この前この3万人達成ってことで本当に多くの方にご覧いただいて感謝でいっぱいなんですけれども、じゃあこの理想家とこき下ろしが例えば私のチャンネル内では何が起きてるかっていうと、なんていうかな、こう最初いくつかの動画を見て、ああもうハモショーさん本当に私のこと分かってくれる、橋本翔太さんって私のこと本当に分かってくれるって思ってくれるんですよ、ところがその私の動画ってなんていうかな、厳しい動画もあるじゃないですか。だって厳しくないと変わらないからさ、人生さ、要はずっとこう傾聴傾聴で、よかった大変だったね、辛かったね、苦しかったねとか、なんかこうなんとかあるあるとかね、 HSP あるあるとか毒親あるあるみたいなことをやってても、その時ってなんか一瞬気持ちが楽になるような気がするんですけど、問題って永遠に消えないんですよね。なんか良くならなくて、だからまあ YouTube 動画はそこまで深い話はしてないんだけれどもそれでもちょっとこう向き合ってもらわなきゃいけないようなことを言ったりするんですよ。で、そうするとそこでね、裏切られたって思う方が多いのね。だから要は最初に私に対してすごい理想化をしちゃうんですよ。ハムショーさんこそ全て分かってくれる、私の問題を全て分かってくれるって思うんだけれども、ちょっと何か違うわ、違和感を感じた時にもう全力で今度私の全否定に走るのね。でも裏切られた、傷つけた、こんなこと言う人だと思いませんでしたとかこの動画を見て私はあなたのチャンネルを解除することにしましたとか、わざわざ言いたいっていうね。だからまあそれはいろんな問題があって、人間関係が全て勝ち負けになってるっていうのもあるし、この要は理想化とこき下ろしってのがあって、勝手に相手を理想化して素晴らしいって言った後に今度は許せないって言ってね、結局私のこと分かってくれないじゃないか、許せない、私は裏切られた、こんなにハモショーの動画を見て私はこの人素晴らしいと思ったのに今回の動画はなんだ、許せないっていうような怒りでもって、それをわざわざ書くのも特徴です、コメントとしてね。で、まあ、全部怒りに変えて攻撃に変えて去っていくっていう方がいるなっていうのは、印象は、まあ、前からあるんですけど、まあ、いるなと思ってますね。で、これはさっきも言ったみたいにリセット癖がある人たちってこれあります。結局その人間関係においても勝手に自分の中で、あ、この人だったら私のこと分かってくれるとか、会ってまだ数回しかないのに自分の中でも親友とかマブダチになっちゃって、で、その相手が例えば、今日会えるかなって言った時に、ちょっと今日はね、もう予定入っちゃってダメなんだよね、ごめんね、みたいなことを言われたとすります。例えばね、そうするとなんか、この人私のこと優先的に考えてくれない、裏切られた、みたいな感じになって、極端な話そこでブロックしちゃうみたいなね、極端な話ですよ。でもだから、相手にものすごい期待をして、勝手にね、勝手に相手に期待をして、で、相手の都合は一切考えずに、結局その、自分の都合とか理想を押し付けて、それに応えてくれないと、もうぶち切るっていうね。だリセット癖持ってる人たちは、ちょっとこれは本当に気をつけてほしいなって思うんですよ。だから特徴としてね、その私のコメント欄にも、この人たちの特徴っていうのが、私はこんなに傷つけられたあなたに、っていうことを必ず言います。私はあなたのことをこんなにいいと思ったのに、もう許せません。こんなことをあなた言うんですね。
信じられない。もうチャンネル登録やめますって言って、なんかこう、なんだろうな、そういう方たちは多いですね。勝ち負けになってんのね。だから最後の最後に捨て台詞を吐いていかないと気が済まないっていうタイプはあって、だこれ皆さん今見てる参加されてる方でちょっと痛いな、ちょっと厳しいなと思う方は、気をつけた方がいいなってちょっと私は思ってます。やっぱりたくさん登録が入っている時ってコメント欄も比較的いろんなコメントがつきやすいんですよ。で、そのコメントを見ている時に私が感じているのが、この理想家とこき下ろしをしたい人が多いなということね。だもう結構ありがたいんですよ。本当にハモショウさんの言ってることすごい勉強になりますとか、ハモショウさん私のことすごい分かってくれてますとか、ハモショウさんってなんか私の人生見てきたんですかみたいな感じでこうコメントもらえるんだけど、たまにそこでその私がその方のここね、いつも話してるここに触れるような話をすると、やっぱり本人ってここに触れたくないから、ここに触れられた瞬間にグワーってなるんですよ。受け取る変わる準備ができてない人はね。でそうなると、ああもうなんか信じられない、こんなひどいこと言うんですねとか、あなた全然分かってないですね、それでもプロですかとか、ものすごいこう攻撃をしかされるのね。本当に皆さんは知ってほしいんですけどね、医療関係者とか看護師さんもそうだし、カウンセラーもそうなんだけど、みんな人間ですからね。人ですから。で特にその心理のお仕事されてる方っていうのは、自分の傷つきを乗り越えて、それやがて仕事にしてるって方も結構多いのでね。まあまあ私も20代前半の頃から路上でライブなんかしてるから、人の批判にはだいぶ慣れてるんですけど、これってでも慣れるものではないよね、攻撃されるっていうのはね。っていうのも、その例えばコメント欄とかでさ、意見とかを書いてもらうのはいいんだけど、それがなんていうのかな、攻撃のため、つまり攻撃が目的に なってるの分かるわけよ。で攻撃したいだけっていうね、自分が負けてない、自分が正しいんだ、自分が勝ってるんだ、お前は負けてるんだ、お前は間違ってるっていうことを言いたいだけの人たちのコメントっていうのは、もうとにかく私を傷つけることが目的になってるので、きついんですよ本当に。だから皆さん、ここのライブに参加してくださってる方はすごい優しい皆さんだと思うので、たくさん私に嬉しいコメントを書いてください。このことはね、どっか動画で言おうと思ってたんだ。で、この理想家とこき下ろしなんだけれども、何が起きてるかって、専門用語で説明すると、これ転移ってやつなんですね。まあ単純に読んでみると、人生早期の重要な他者、親や兄弟の家族など、親が多いんですけど、その関係性の中で生じた感情や葛藤、自分が抑圧してきた感情感覚が特に当てはまるんですが、これをカウンセラー、ここで言うなら橋本翔太に当てはめることを転移と言います。だから私にね、理想の親を投影しちゃうのね。投影の一種なんだけど、これ専門用語で、特にクライアントさんがカウンセラーとかね、まあ、医者とかに対して、要は治療者に対してね、投影を起こすことを転移って言うんです。まあ、投影の一つでもあり、カウンセラー治療者に自分の親などを重ねることですね。カウンセラーをただの他者と中立的に見ることができなくなってるってことが、まあ、特にその YouTube なんかご覧になってる方なんかだと、ちょっと多いなーって印象を受けますね、改めてね。だから私がその方の理想の親にされちゃうわけで、その方っていうのはずっと理想の親を探す人生してるんですよ。だから私にだけ急にやってるんじゃなくて、今までの人生ですよ、何度も何度も何度も繰り返してるの。まあ担任の先生かもしれないし、病院の先生かもしれないし、自分のパートナーかもしれないし、彼氏かもしれないし、ああこの人だ、この人なら私のこと分かってくれる、この人なら私のこと全て分かってくれるって言って、相手を理想化して、でも相手が思い通りにならなかった時に攻撃しちゃうんですよ。裏切られた、お前も私を裏切るのかって。今私お前もってあえて言ったんだけど、じゃあお前も他に誰がいたんですかって言って、親なのね結局ね。お父さんにも裏切られた、お母さんにも裏切られた、そしてお前も裏切るのか私をっていう怒りを、まあ、相手にぶつけちゃうんですよ。だこれが攻撃に入る人もいれば、被害者ポジションに入っていく人もいるということね。でその中でもね、陰性転移っていうものが、その怒りや嫌悪などネガティブな感情を抱くことです。なんていうかな、こういい転移っていうかさ、ポジティブな転移もあるわけよ。陽性転移じゃないけどね、ポジティブな転移もあるわけ。全てがネガティブに、転移っていうのはその方の持ってる感情感覚を治療者にぶつけることだから、親を投影しちゃうことだから、別に全て悪いことなわけではないです。いい投影ってのもあるからね。
で、その中でも陰性転移というのがあって、カウンセラーに対して怒りや嫌悪をぶつけてしまうこと、その感情は本来はクライアントと親などの関係によって未完了になっているものであり、カウンセラーとは関係のないものなんですよ、カウンセラーから見れば不条理な怒りをぶつけられたり、お試し行動されていると感じると、だからまあこれはね、このライブ多分そのプロの方たちもね、結構最近見に来てくださってるみたいなんですけども、まあまあ皆さんは感じるんじゃないかなと思いますね。だからこの陰性転移が起きてる時に、いかにその自分がブレずにね、冷静に相手の投影に気づいて、相手が投影してますよってことに気づいてもらうっていうのは、やっぱりカウンセラーとしての腕の見せ所なんじゃないかなっていうふうには思いますね。最近友達からさ、なんか歴史系だよねとか、武将系だよねとか、この前面白かったのが、なんか三国志だよねって言われたんですよね。